皆さん、こんにちは。あかねです。今日はイタリアに住んでいる日本語教師のエリコさんに来ていただきました。エリコさん、今日はよろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。はい。エリコさんは、私なんかよりもずっと有名な YouTube r ー、ね、で <laughs> えっと、2つチャンネルがあって、1つは日本人向けで、はい、2つはイタリア人向けに YouTube、はい。やられてますよね、はいはい。そうです。2つやってます。 皆さん、こちらに貼っておくのでぜひ、えー、チェックしてください。あ,ありがとうございます。早速なんですけど、エリコさん、はい、簡単に自己紹介お願いします。はい、はじめまして、エリコです。えー、イタリアに住んで今約13年、13年経ちました、えー。日本は長崎県出身です。今、イタリアでは日本語教師とあと、まあ、もともとは。 歌の勉強でイタリアに来たので、まあ歌手活動もしています。<laughs> 日本語を教えるのはすごく楽しいし、日本語の先生という仕事が大好きです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、13年住まれてる、ね、いです。はい。すごいですよね。気づけばあっという間に13年が経ちました。 あのー、早速なんですけど、はい、あのイタリアに来たきっかけを教えてもらってもいいですか、はい、きっかけは、まあ、音楽なんですけど、まあ、子どもの頃からクラシック音楽を勉強していて最初はピアノを勉強しましたで、えー、と高校生になる時に音楽コースっていう専門のコースがある高校に入学したんですよねその時はピアノを 主家として、あの、入学したんですけど、あの、音楽コースの中に、声楽もありまして、で、そこで初めて声楽を勉強し始めたんですね。うん、まあ、そんな感じで子供の時からずっとピアノとか、その声楽、オペラを勉強していて、うん、あの、歌のコンクールで、あの、賞をいただきまして、で、その賞で、 イタリアに短期留学ができたんですよ。<laughs> はい、<で>豪華なですねそ,そうなんですよ。2>, <laughs> 2週間、二週間の短期留学を夏休みの時にして、高生の時に初めてイタリアに来て、で、その時に、わあ、イタリアってなんて素敵な国なんだって思って、で、その時からいつかイタリアに住みたいなって思ってたんですね。 で、それで、まあ大学でも音楽を勉強したんですけど、その後、すぐ日本で就職するっていう気持ちになれなくて、やっぱりこう、イタリアに行きたい、イタリアに行きたいっていう気持ちがどこかにあったので、で、それでイタリアに来ました。最初はだから音楽留学で来ました。わかりました。ありがとうございます。はい、ではですね。<coughs> イタリアの日本語学校についてお聞きしたいんですけど、今、ピ、はいコさんは、まあ、フリーランスで自分で教えられているとのことだったんですけど、以前はイタリアの日本語学校で働いていたということで,ですね、ね、はい、ちょっといろいろ質問させてください,い。まず1つ目なんですけど、日本語を学ぶイタリア人の方って多いんですか多いです、えー これも私びっくりしたんですけど、日本語はもうみんなファッションですね。ゲーム、コスプレ、漫画。日本のサブカルチャーがすごく好きだから、日本語を勉強したいって思ってくれてる方たちがたくさんいて、まあ、日本の伝統文化が好きだからっていう方もいらっしゃるんですけど、ほとんどの人がやっぱりアニメ、漫画から来ています。 わかりました。どうしてこんな質問をするかっていうと、まあ、私は日本語学校とかオンラインで教えてるんですけど、はい、日本語学校でイタリア人の学生に会ったことがほとんどないんですね。はい、なのですすかそうなんでよ。日本語学校も学校によると思うんですけど私が働いてる学校はほぼアジア圏の方で、まあ、時々ヨーロッパの方もいるんですけど,どあんまりこうイタリア人の方で日本語を勉強していますっていう方に。 あったことはあるんですけど、本当に少ないので、実際にイタリアはどうなのかなと思って、今ちょっとこの人問をっていました。たくさんたくさんいます。びっくりですね。<laughs> でですね、その、おそらくヨーロッパの方とかアメ,リカとアメリカの方とか、まあ、一番日本語を勉強する上で難しいのは漢字だと思うんですけど読み書きですね。<ー>はい。ね、カタカナもみんな結構苦戦してます。<laughs> そうなんですね。ではい、あのえり子さんが日本語学校にいらっしゃるときって、結構漢字の授業は多かったですかうーんでも正直、そのイタリア人の生徒さんって、やっぱりその趣味で勉強している方が多いので、初級、中級の方がほとんどなんですよ。半年経って、やっと漢字が導入されるのかな。 だから半年間まずひらがなとカタカナだけで文法とかも勉強していってその後やっと漢字なんですよやっぱ漢字って終わりがないじゃないですかだから最初はすごく嬉しいんですけどだん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 漢字が複雑になっていき数も増えていきでやっぱりちょっとモチベーションをこう保たせるのは難しいですね先生の課題でもありますはいではですね次なんですけれどもイタリアで 働いていていいところとまあ悪いところというかまあ慣れないところがあったら教えてください。うんいいところはなんか同僚とかともうすぐ友達みたいに仲良くなれるこう,うもう入社して何年目の人がいても新入社員がいてももうすぐフレンドリーにこう同じレベルになるというか。 本当友達みたいな感じで、もう言ったら、あの、校長先生とも友達みたいな感じで。え、信じられない。<laughs> <laughs> です、本当に。私が働いた語学学校は本当にアットホームというか、もうみんな本当にフレンドリーな方たちだったので、逆に、丁寧語を使うと、あんまりこう、フレンドリーになりたくないのかなっていう感じがするので、結構年齢も関係なく、まあその、 上司、部下とかそういうのも関係なく、みんなもうすぐタメ語で話せるところはすごくいいなと思います。働きにくい、うん大変なところはなんだろう。一般的にイタリアではやっぱり仕事を見つけるのが難しいですね。バイトが見つかってもちゃんとした契約がないことが多いです。 だから手渡しでお給料が渡されるところが多いので、その給料が遅れたりとか、ちゃんと毎月支払われなかったりとか、契約じゃないから、まあ履歴書にもその後書けない、そういうのが多いで、もうブラックのところが本当に多いです。これはなぜかというと、イタリアは税金がすごく高いんですね。だから雇う側も、 誰かを正式に雇うとその人のお給料プラス税金がすごくかかってしまうから、うん、もう契約なしでもう手渡しでお給料を渡しているっていうところがすごく多いです。うーんなるほど。うん、じゃあ、まあ、いいところは、えー、上下関係がないところで,ですね、まあ。悪いところは、まあ、ちょっと良くないなって思うのが契約がない。まあ、口約束。 そうですね。<ー>そういうところが多いですね。うん、でも私は本当にもう運良くありがたいことに、あのちゃんと契約をいただいてたので、お給料はあの安定してたし、手渡しじゃなくてあの振り込まれるし、ボーナスもあったし、有給もあったしっていうので、そこはもう保証されてたのは本当にありだ。ありがたかったですね。最後なんですけれども。はい、イタリアに住んでいて。 びっっくくりしたたルルールなどがあったら教えてくださいもうこれはたくさんあってどこから話したらいいのかまあ小さいことかもしれないんですけど私が今でも覚えてるのはイタリアに最初来たばかりの頃あの、まあ、イタリアって電車とかバスとか遅れてくるってこう有名じゃないですかであのバス停である日バスを待っててでバスが案の定来ないんですよ 20分ぐらい経って、やっと来たんですね。で、その時、雨も降ってて、で、寒くて、もうずっとこうやって待ってたんですよ、傘さして。で、やった、バス来たと思ったら、通り過ぎていったんですよ、バスが。で、え ?20 分待ったのに、寒い中待ったのに、ちょっと待ってってなったんですけど、あの、イタリアでは、あの、手をタクシーみたいに入ってしないと止まってくれないんですよ。で、いくら私がちゃんと、 あからさまにバス停にいるのに、いるのに手を挙げないと止まってくれないっていうのを知らなくて通り過ぎていったっていうのはすごいショックだった。強すぎるし、それ<ー>確かに知らないとかんない、ね。そうなんですよ、まあ。もしかしたらイタリア以外の国も そうかもしれないけど、私は知らなかったんですよね。<laughs> ルール、あとなんだろう。あ、あと、イタリアの食べ物といえば、まあ、パスタ、ピザとかですけど、イタリアではピザはシェアしないんですよ。一人一枚がルールです。えー、なので、例えば友達5人でピザを食べに行きます。はい、じゃあ、5枚ピザが来ます。一 <laughs> 人一枚頼むんですよ。 えー、ちょっとこっちでも食べてみる <laughs> とか、シェアしないんですよ。え、味がみんな違っていても、交換したりしないんですかしないんです、しないんです。自分のピザは自分のもの。まあ、パスタとかもそうです。シェアをしないです。そもそもシェアしないんですね。しないんですよ。自分のものは自分のものっていうので、相手の、 これちょっと味見させてとかもないし味見するって聞いてもノーって言われます<ー>でもホームパーティーとかに行くとまあ大きいお皿にパスタがボーンって入っててそれを取り分けたりとかあるんですけどレストランではまずないですなるほど <laughs> でもそれも知らないとは分かんないですよね最初こうみんなでシェアするものだってうこうピザなんか特に思ってしまうのでそう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  あで、で、なのに、こう、その一人、あ、みんなそれぞれ好きなものを注文するのに、最後の、あのー、会計では、みんな割り勘だったりするんですよ。ん一人ずつじゃないんですか個別会計じゃ,じゃないんですよ。人数が多いときって、会計はもうめんどくさいから、あのー、別々に受け付けてくれないところが多くて、もうみんな一緒に割り勘されちゃうんですよね。 だから、例えば、私学生の頃、イタリアで学生の頃、奨、うん、学金とかで、あのー、生活してたので、できるだけ節約したかったんですね。うん、でもまあ、時々友達とご飯食べに行ったりしたいじゃないですか。で、友達とご飯食べに行くときに、まあ、私は安いメニューを注文して、 でも、ある人は、前菜も頼んで、パスタも頼んで、その後のなんかお肉料理も頼んで、結構高くなるんですよね。で、お酒も飲んで、デザートも頼んでもフルコースで頼んじゃう人もいてっていう、その差があるのに、最後全部割り勘になるんですよ。節約したいと思った人が多く払わなきゃいけなくて、逆にたくさん食べた人が節約できちゃうっていう。 日本だったら多分、まあ、その一人、それぞれ好きなものを頼むとしても、自分だけお酒を飲んだとか、自分だけ一品多く頼んだら、多分その多く頼んだ人が気づいて、あ、私はワイン飲んだから、ちょっと多く払うよとか、自分から気づいて言うと思うんですけど、二人は全然何も言わない<ー>んですよ。<laughs> 逆にそれ自分がされても、 あの、何も言わないってこと、ね。そう、そうなんですよ。なるほど。ちょっと確かに学生の時は結構ね、<laughs> き,き、きついですよね。そうなんですその時は、あの、奨学金でやりくりしなきゃいけなかったし。<laughs> できるだけ節約したいって思ってた時期にはちょっとびっくりしました。このルールびっくりしました。確かにちょっと <laughs> びっくりしますね。まあでもそれは生活してるから、はい、まあわかっているわかっていることですよね。わ、はい、かりました。はい、えりこさん今日イタリアの学校のとこととか、はい、イタリアの生活についていろいろ教えてくださって本当にありがとうございました。 あの、エリコさんのチャンネル概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてください。今日はここまでです。すありがとうございました。ありがとうございました。またね。バイバイ。またね。